結婚してること知ってましたか？はい。ご結婚はされてますか？はい。何が最初だったんですか？遠くにも出かけたりしたし、二人きりになれる場所探して行ったり、足湯入りに行ったり、空港とか。それから？それから。話したいことあるって言ったでしょ、電話で。もう家買おうと思ってんだよねって話、ここ賃貸に回しちゃって。結局なんで来なかったの？実感湧かなかったからかもしれない。急遽子供の面倒見なきゃいけなくなったりするよ。今日は話せるから。黙るんだったら話し合いにならないんだけど。失った恋人と通じ合えない夫。向き合えないっていうのは怖いでしょ。